プルルルプ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 カブトムシのさなぎの話どうだったでしょうか。いいんだけどさ、ちょっと俺のキャラいじりすぎじゃないか。俺あんなに強い口調で物言ったりしないよな。そうですね、ちょっと盛りすぎちゃいましたね。すいません。あれじゃさ、聞いた人がまるで俺が野蛮な人みたいに感じるじゃないか。俺ってもっとこう、なんていうのか、知的でインテリジェンスだよな。そうですね。おっしゃる通りですね。はい。で、お前さ、松岡先生のギターどうしたんだ。今日お茶の水に行く予定なんでちょっと見てきますね。ああそうだな、あれな、うちの生徒さん用に俺が買い取ってやってもいいぞ。あ、本当ですか。意外と弾いてみたんですけど、アルペジオの音揃いやすいですし、値段的にもそんなに高くないんでいいかと思います。ああそうか、まあ俺が金出してやってもいいからさ、ちょっとお前買っとけよ。あ、わかりました。じゃあ行ってみますね。うん、じゃあまたどうだったか連絡しろよ。でお前くれぐれも言っとくけど、俺はあんな風に声高く物言ったりしないからな。うん、であとお前スペイン語かぶれすんのやめろ。お前の英語そこそこ聞き取りやすいから、お前セニョールとか、ポルゲスタとかクエストとか言ってないで、お前ちゃんとイングリッシュマンに入浴してればいいんだよ。分かったか。あ、分かりました。じゃあ後ほどまたご連絡差し上げますんで。はいはい、じゃあ一旦失礼します。ガチャ。やっぱりスーパースター風格が違いな。じゃあ電車に乗ってと、お茶の水に到着。コンコンテクテク。失礼します、お世話になってます、竹下です。あ、接客長ですね。と松岡先生、おっと、え、売却罪、あれ。そりゃそうだよな、売れちゃうよな、どうしようかな。ピッピッピッと LINE で、すいません、もう売れちゃってました、パチ、待つことしばし、何の返事もなし。これはどうしようかな。あれ、怒ってはいないんだけど、まあタイミングの問題ですよね。あれ、なんか6月に入ったらディナーショーもやるみたいだし、きっと忙しいんだろうな。ちょっと今日は電話するの控えとこ。なんか歌フラットする癖もちょっとずつ修正できそうだし、やっぱりレアルフォンソ正田さんの弟子で本当に良かったなって思う今日この頃です。はい、本気で心の底から思ってます。本当にお前そう思ってるのか。あ、おっ
電話がつながってたと、これは先生失礼いたしました。お前なもっと正確なピッチで歌わないとな、プロフェッショナルとは言えないんだよ。お前の歌は若干適当なんだよ、日本語の場合。なんで英語になるとあんなに急にピシッと歌えるんだ、うん、日本語になるとどうも何言ってんだかわからないんだよ、うん、しっかり頼むぞ、うん、うん、全音の二木さんもお前には期待してるんだから頼むぞ、うん、はい、わかりました。それでは今日のところは一旦失礼いたします。ありがとうございます。カチッ、はあ、緊張した。もう50年も付き合ってるのになんでこんなにこの人とお話しすると緊張するんだろう。やっぱり全音出版社が選ぶ史上偉大なギタリスト100人に入る人は違うな。さてと仕事しよう。テクテクテク。ああ今日は睡眠時間が2時間で歩いた歩数が 12,147 歩。過労死するしないな。頑張ります。おう頑張れ。おまだ電話つながってたんですか。お前がちゃんと切らないからだよ。じゃあなカチャ、プー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 。